アイグロこれでらしいですけど、ちょっと時期的にそうかな。これは結構根っこはこれあると思うんだよね。はいはい、入んなかった場合ちょっと確かにこれ後にしよう。これ、はい、あ、これ植え替えだけですよね。これちょっと針金かける。あー怖い。先端ぐらいだけ。はいはい。まずエプロンね。これそう、前掛けね。そう、盆栽これができました。はい、で早速私が試してますんでここに缶バッチ、缶バッチ付き、ここにあのシールがあってあります。ありがとうございます。はい、であのポケットがね、うん、ここにこう大きいポケットついてる。はい、ここに動き手がありますんで、ハサミとかね、それ尖ったものは入れない方がいいです。これ先の丸いやつですね。こういうのだったら大丈夫ですか。しゃがむとね、刺さっちゃうんですね。足刺さっちゃうから、うん、安全にいくつでも入りますからね。ここね、あの使い勝手いいと思いますよ。それでここですね、うん、これこう割れてるでしょ。これがいいんですよ。こう小さいやつやってるとね、こう膝の上で、ね、いろいろ作業する場合あるんですけどね、はい、一瞬くっついてってね、これこうなっちゃう。うん、これ割れてるから完全にこっちとこっち。なるほど。膝の上に。やはり商品紹介してくれる。これはかなり使い方いいですよ。ありがとうございます。うん、ちょっと、うん、結構いいですね。まだ発売決まってないんですけど。まだ売るか決まってないんですけど。そうなんだ。助かります。赤松。赤松と黒松のは愛の子。それはこっちです。それこっちか。それこれは赤松か。これは赤松。これはあの文人帳の木ですよね。うん、かなりこう小さいけど古いですよ。20年以上つってました。うん、この肌を見ると分かりますけど、これ肌が枝の方まで生えてるんですよ。ほんと年数経ってますよ。鉢で、鉢の中の水相当飲んでる、うん、木です。かなり古い木。鉢はこれ選びます。ちょっと深いかも分かんないんですけど、この鉢に植え付けて、で木が古いんでね、あんまり針金でギリギリ曲げるようなことはしませんもん。はい、ちょっとこういう枝先を整えるぐらいな形でやっていこうかなと思ってます。はい、葉っぱの色が黄色っぽいんですけど、これは肥料がちょっと足りなかったかな。これはあの枝先だけ針金ちょっとかけて植え替えします。うん、ここから先だけ、うん、もうこう幹はもう完全に模様ついてるし、はい、出来上がってる木ですからね。だからちょっと枝を動かすぐらいです。じゃあ枝だけかけてきます。うん、これ枝が折れたらごめんだね。いや、折れかねないですよ、これ。もう枝先までこれ古くなってくる、ね。うん、これもう下げれないですもんね、この枝。あとは細いことで、目先を整えていきますから。うん、1,2,3,4,5,6 芽が8個しかついてない。うん、かなり少ないね。文人帳だこのぐらいじゃないとね。そうですね。うん、本当究極の木だよ、これ。うん、究極。なかなかね、文人って言えないですもんね。うん、本当に文人木っていうのはね、木が古くなくちゃ、ね、枝先まで肌が来てるさ。この枝数も少なく芽数も少ないって、なんかこれ想像させるものがないとね。うん、これどうだったんだろうな、小さい頃はって。そういう想像させるものがありますよ、この木は。もっと買ってくればよかったな。うん、これだけの大きさでさ、もう何十年ってこれ鉢の中の水で飲んでんだからね。これ2500円ですよ、だって。これ？うん。結構安いな、これ。そう、すごい安く売ってて。これだけの木2500円だったら安いよ、これ。安いっすよ。うん、これはこうガッと
喋りたいんだけどちょっとやだ。いや多分折れますよ。ふわってくるやね、うん、僕もそれをしたいけど、ちょっとやめときます。これがね、こうやってグーって下がってもいいですもんね。こうやって、ここはちょっと先だけでこう下げてくるな。わかりました、うん、ちょっとだいぶ良くなってるんだけど、これ2段にしたの、これとこれ2段、このぐらいにしましょう。あんまりやっちゃうとね、ちょっとここが違和感あると思うんですけど、葉っぱが短くなってきてね、それとこれがここに下に下がって近づけば、これできるんですか、このこれね、ここちょこっと裂けたからね、ちょこっと裂けてるとこだから少しずつこうさ、やめとこう。怪しいですよね、そこは。ちょっと厳しい。確かにここが下がってたらすごくかっこいいんですけどね、ガクッ。これが下がったらね。うん。だけどちょっとできるのかなっていう。少しこれが近づいてくれば違うと思うんだよね。どうだろう。かっこ悪い？ちょっと後ろ見て。ああ。ちょっと葉っぱ減らせばもうちょっと見栄え良くなると、取っちゃうとね、木が弱ってくるんで、このぐらいしときましょう、はい、これで、ね、これ古さでカバーしてるから、でこれ鉢に植え替えます。はい、このままいけそうですね。どうだろう、うん、いいじゃない、うん、ほら渋いなぁ、ぴったり。このままそっとちょっと周りだけ落としてね。そうですね、上からから。崖歪んでますよね、これね、はいはい、これ手作りの鉢だと思うんだけど、うん、で、正面をちょっとこうへこんでるとこを正面にしました。ここはちょこっとへこんでる、はい、へこんでるとこ、こういうとこもあるんですけどね、うんうんうん、じゃあこれで植え替えましょう、はい、根っこは軽くほぐすぐらいでやりますからね、はい、根っこの状態もいいですこれ、うんうんうん、なんでかな、渋いな、いいじゃないこれ、うん、じゃ土入れます、うん、これこれで水やりましょう、はい、一応これで完成、完成、ありがとうございます。これ流れちゃうな、うん、あと水ゴケ貼っとくのに、水ゴケにします、水ゴケでいいかもしれない、うん、渋いな、木が古いと雰囲気が違いますね。そうそうそう、同じあれでも木が古いからね、結構加工してるんですよ、うん、これじゃあこれ土水かけると流れちゃうんで、はい、周りだけ水ゴケ流れ止めに貼っときますから、はい、ついたらこれ水ゴケ取るようです。うん、これでいいでしょう。うん。
なんかね、曲はもっとっていうところあるけど、うん、なんかやっぱ雰囲気あるんだよ、古さか、これが葉っぱがもうちょっと詰まってくれないそうですね、うん、いや、いいね、少し厳しく育てるから。これこの先どうしていけばいいですか。小松だから、そんな肥料やんなくてちょっと葉っぱで短くなるよね、うんうんうん、そんなにね、だってもう、うん、これを維持する感じですよ、うん、いいよ、これ雰囲気は維持してもっと年数重ねるだけで大きくもしないし、葉っぱがもうちょっと詰まってくるよね、うん、背中がいいかなっていう、ね、このぐらいで基礎的だけど枝も増やさなくてもいいですもんね、うん、なるほど、小さくても完成されてるという、典型的な文人木だよ。落ち枝は、まあ、できればいいけど多分無理だろうな。芽が8個しかないんだから芽が8個しかない。でもこれがなくなったらってどうだよ、あ、どうだろうな難しいですね。で本当にこれがこうグッと この辺にあったら最高ですけどね、うん、これがこう下がってたよね、ここが落ちてたら。今太さがちょっと差がないからね、この辺からまた出てくればね、うん、新しく、うん、面白いかもしれない。だからこれ無理に下げる必要もないと思うのがね、もうね、はい、空気が好きだな。ああ、よかった。完全にこう肩が見えるな、うん、全部肩を見せろと、うん、あ、教えでありますもんね。この木はね、傘で見せるやつとさ、線と空間を見せる気があるじゃないですか。はいはいはい、この完全にこう線、ここの空間、間、ま、それを見せていく気がある、はあ、うん、ちょっとおかしいな、うん、もっと下がってたらいいな、うん、そういう想像ができるじゃないこれ。はいはいはい、想像させる気ですよ。なるほど、うん、いい買い物した。じゃこんなところで、うん、はい、じゃあありがとうございました。はいはい、はい、これは取れてエプロンどうしようかな。じゃこれ先生にプレゼントした道具で、私の道具、これもマーク入ってる、エプロンにも入って、小さいのあればやっぱり小さい道具が必要なんでね、うん、ちょっといろいろ後から揃えていけばいいと思います、はい、これだいたい私の使ってる、主に使ってる道具、うん、ほとんどこの中入っちゃった。そうそう、先生はもう機能持ってないですもん、使わないですもんね、ちっちゃい道具が、うん、こんだけ、うん、まずこれ履く必要でしょ、うん、こう余分な土を落としてですね、履く必要です。とやっとこう、うん、切り出しないよ。これはね、草、鉢の中に入ってる草とかはそれ取るときに使ってます、うん、それと針金切り、太い針金の切りはね、これで細い針金、22番とか、うん、その辺の針金切る場合はこれ使ってます、はい、で、あとラジオペンチって、ね、心拍のね、シャリなんかつけるときにこういう細いところを入れますから、はい、で、皮を剥いできる、うん、そういうときにこれ必要なんです。普段はあまり使わないですよね、松とかそういうやつは、うん、あとあ、これも針金切り、うん、針金切り3つも使ってるからね。それとハサミ、これはね、もうずっとここ入ってくる時ぐらいから使ってるやつ、飛びながら使ってるんでね、それがこんだけになっちゃった、うん、だから道具っていうのがね、こう古い道具って残んないんですよね、うん、みんなこう使って使えば減ってくるもんですから ね残んない。こんな短いのね、これ使い勝手いいです、軽いですこれ、うん、葉っぱ切ったり剥がりとかそういう時にはこれ一番使うんです。アルミ線まで切っちゃいますからこれで、うんうん、どうせは切るんですけどね、アルミ線ぐらいだったらこれ使える。あとはまた枝、あとこのピンセット、細いのが必要なんですね、うん、こっちは草取り、これも兼用してもいいですけど、五葉松の細いこう葉っぱ抜くとき、うん、古い葉っぱ抜くときはこういう細いやつを使いますからね、こういう細いのも後で1個あったといいかなって。なるほど。それと植え替えのときに使う箸、箸、土を固める、うん、これは中華のなんかで使うやつかなそれホームセンターで売ってたんで、これ使う、ね、竹干しでいいです、はい、こんなもんですね、うん、一番使うやつはうん、このくらいの動画です。全部入ると、うん。